はいみなさんこんにちは実践経営ご YouTuber の坂木社長です今日も元気よくトイクパート5対策の問題を見てまいりましょうこの動画は細かくチャプターを分けておりますので皆様のニーズに合わせてうまくご活用ください特に最後の音読のコーナーは一番力がつくところですので是非最後までご活用ください今回扱う問題はこちらの問題です 最初はですっていうのはもともとは「beloved」「愛される」という受け身形から来てますから愛されているということなんですねそれが一つの単語になって形容詞の一単語になっているっていう感じですはいということで「beloved」「愛されている」「最愛の」という意味の形容詞でした次の単語は「institution」ですとというのは施設とか 組織とか教会とかか会いう意味なんですね、はい、ここではベーカリーパン屋さんのお話ですから、まあ、このインスティテューションは組織とかそういう大げさな言い方ではなくてお店ぐらいの意味で使われてるんですね、はい、ということでインスティテューションでした次がデリシャスですデリシャスというのはおいしいという意味の形容詞なんですね何か食べておいしかったら「That's delicious」 とか This is delicious って言ったらねしますよね美味しいという意味が delicious なんですねあの交語表現会話表現ではよく yummy という言葉を使いますよねお前はみたいなね日本語で言うと、まあ、delicious が美味しいというきちんとした言葉そしてうまっというのが yummy って感じなんでしょうかねまあ、それぐらいちょっと会話の砕けた表現で美味しいというのは yummy って言うんですね一緒に覚えておくと会話の時に役立つと思います 次にベイ,クですベイクというのは動詞で何々を焼くという意味なんですがオーブンなんかで焼くのをベイクっていうんですねパン屋さんもオーブンで焼いて仕上げますよねですのでパン屋さんのことはベイクリーって言いますけどもそのベイクリーという単語の中にベイクという言葉が入ってますよね焼く人たちなんですよねだからパン屋さんのことはベイクリーって言ったりします、はい、ということでベイクオーブンなんかで焼くという意味でした はいそれではこの問題やってまいりましょう Bills Bakery is a beloved is institution a ちょっとここで切りましょうかまずここまで Bills Bakery は愛されているお店であると、ね、地元から愛されているんでしょうねおいしいんでしょうねそういうので Beloved Institution です、はい、そしてこの t h a t なんですがこの t h a t の後ろを見ると has been providing という動詞がありますから このザットはその動詞に対する主語でないといけません。ということでこれ主語の働きをしてますから名詞の働きをしてますよね。でさらにこのザット以下がお店を就職している意味合いがありそうです。提供をずっと今までしてきた愛されているお店なんですよね。ですのでザットから最後まででビラビッドインスタレーションを説明するような働きですから。 全体で形容詞の働きをしているということですからこのザットはもう皆さん大丈夫ですね関係代名詞のザットだということが分かります、はい。じゃあずっと今まで何を提供してきたんでしょうか Delicious baked goods おいしい焼かれた製品ですねおいしいオーブンで焼いた商品を提供してきたんですね。それを to the community その地域社会つまりこのお店がある地域社会にずっと提供してきたんでしょうねこ。この「has」プラスこの「e n の部分これが「現在完了形」でそして「b」i n g これで進行形ですからこの「has been providing」というのは「現在完了進行形」ということになります。今までずっと何々しているという意味を持つんですね。そして 前置詞が入って1960と1960年ホニャラらとこうなっているんですね。いということでこれ選択肢見てもここ前置詞を入れればいいというのは分かるでしょう。そしてその前置詞の目的語が1960年ということになっています。じゃあこれどんなふうにして考えるかということなんですがこの回答の根拠はですね この「現在完了進行形この v の V' has been providing」というのは時間軸で表すとどんな感じかというと今がここにあるとするでしょうそしたら has been providing というのはちょっと色を合わせて赤で書きましょうかある過去の一時点があって今までずっと提供してきているこれが has been providing。 という現在完了進行形のイメージなんですねこの部分です波線の部分これが has been です今までずっと提供してきているはいでこの1960年というのはどこのことを指しているのかというともう皆さんお分かりですよねここですここが1960年だったんですねで今例えば2022年とすればですね ね、今実際録画してるの2022年ですけどもこの動画はおそらく10年後も20年後もね皆さん見ていただいていると思うのでもしかしたらこれご覧になってる時点で2032年ぐらいかもしれないですからね、まあ、一応言っとくと今2022年なんでね、はい。じゃあこの1960年から始まって今までずっと提供してきてるわけです。わかりりまますよねつまりこの 今までのの継続の部分この部分今までのこの継続の部分の始まりを表しているのがここですはいじゃあこの始まりを表すときにどんな前置詞を使うのかというとそれがスインスなんですね。はいこんなふうにスインスという前置詞は現在完了形とかあるいはこのように現在完了進行形とかの始まりの時点を表すそれがスインスなんですね。 接続詞のシンスのの場合は後ろに文が来るだけで、ね、違いは後ろに名詞が来るか文が来るかの違いだけで表すす概念は一緒です現在完了とか現在完了進行形の始まりの時点ねそれを表すのがシンスだというのを覚えておいてください。はい、で参考までにこの図でですねこの図でこの始まりの時点を表すのはシンスだったんですけどもこの幅時間幅 時間幅を表す場合は、for 何々で表します。いいですかこの、ここの始まりの時点だったら、これは、since なんですね。since、始まりの時点。で、この幅を表すんだったら、これ、どれぐらいの時間幅があるんだか、表したい場合は、現在完了形とか、現在完了進行形と一緒に、for 何々という前置詞を使います。例えば、4、20 years とかね。え、これだと何年なのかな4十。うん の22 62年かな for 62 years って言ったりするわけですね。はい、ということで「since」はこの継続の始まりの時点「for」はこの過去から今までの時間の幅を表すということを一緒に覚えておくといいと思います。はいということであとはもう大丈夫ですね、まあ、間違いですからちょっと消しておきましょうか。はい ということでこの問題の答えはここの動詞の辞典をヒントにして解く問題で答えは Since でしたはいそれではしっかりと音読することで力がつくコーナーに入ってまいりましょう Bell's Bakery is a beloved institution ここでちょっとざっと説就職は長くなりそうだから切っておきましょうか軽くね That has been providing delicious baked goods to the community Since 1960, とここはざっとせず一気にいっちゃいましょう。はい、じゃあ前から意味確認。b i l ベ s Bakery は人々から愛されてるお店である。どんなずーっと提供してきている今まで。何をおいしい焼き製品、焼き物の製品ですね。食べ物をね。はい、To the community、その地域社会に。いつから ?1960 年から。こんなふうになってます。はい、こうやって前から前からね、解釈できれば。

結構きれいに聞こえやすいんでね。はい、試してやってみてください。結構一度やるとね、癖になりますよ。はい、ということで、ね、音読スタート。Bill's Bakery is a beloved institution that has been providing delicious baked goods to the community since 1960. Bill's Bakery is a beloved institution that has been providing delicious baked goods to the community since 1960. Bill's Bakery is a beloved institution. That has been providing delicious baked goods to the community since 1960. Bill's Bakery is a beloved institution that has been providing delicious baked goods to the community since 1960. bill's bakery is a beloved institution that has been providing delicious baked goods to the community since 1960 bill's bakery is a beloved institution that has been providing delicious baked goods to the community since 1960 bill's bakery is a beloved institution that has been providing delicious baked goods to the community since 1960 bill's bakery is a beloved institution that has been providing delicious baked goods to the community since 1960 Good job!